2024年8月ですかも、はい、もう終わりますよ今年も、はい、成長しました？成長はしないですよ。停滞ですか？変化はしますよ。いい変化？いい変化、いいか悪いかは分かんないですよ。状況は刻々と変わってる感じあります？はい。なんかずっと同じところにいる感覚ってないです？あまりないです。何一つ成長してないみたいな。成長は分かんないですよ。今言葉の一致が難しいですね。はい。成長してるかどうかは分かんないけど変化はしてる。その変化はどういう変化ですか？まあ、仕事の変化とかやってることが変わってるとか適応、うん、対応、まあ、ちょっとずつなんかその、はい、自分ができることを広げていこうみたいなのをやるが、はい、収入が伸びないとか、はい、なんかよりやったことで、はい、悩みが増えることってあるじゃないですか、はい、要は新しいことをやるやったところで、はいはい、新しい悩みが生まれるわけですから、はいはい、でこれやってよかったのとか。それは別に、それはっていうか問題が違いますもんね。収入を増やすんだったら収入を増やす行動じゃないですか。成長するためには成長するための、成長イコール収入ではない。ドラクエでいうと戦士ですと、はいはい、戦いに行くことで、はい、レベルが上がるんですよ。はい、テレテレって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 言った瞬間に、はいはい、もうこの人は不可逆的にレベルは上がってるんですよ。はいはい、だから人生もそうだなと思いたいところがあって、はい、だから戦士のレベルを上げても魔法は使えないんですよっていうところじゃないですか。ここを一緒にするからきっと戦って敵を倒してれば魔法が使えるようになるって思ってても戦士のお前には無理だよ。あ、そう、目的が違うからですね、はい、目的が違うから。魔法を使おうと思ったら魔法使いに転職して魔法を使って敵を倒さなきゃいけないわけじゃないですか。あ、今そのずっと狭間にいるから苦しいのかな、はい、皆さんそれ決めてるんですかね、行く方向を。うん、というか、いや、ちょうど隊長のところにですね、はい、こんな本があったんです、はい、世界は終わらないという、はい、増田美里さんという方の、はい、エッセイ漫画ですね、はい、でちょうどこれも32歳独身書店員男性がおそらく主人公で、この土田さん32歳、はい、書店員、はい、手取り25万、はい、さんも、はい、多分僕と同じ感じなんですよ、はい、なんか感じませんでした、言ってること、はい、考えてること、はい、なんか小さいことにくよくよしたり、はい、まあ、この人ちょっと綺麗なので僕みたいにあまりやましいところはないんですけど、はい、いい人って感じですもんね。もっといい、僕はそう考えると全然良くない人なんですけど、はい、結局人生ってなんか上に向かって階段を進んでるつもりなんですけど、はいはい、その階段が下りのエスカレーターなのか、はい、なんかずっと同じ景色が変わらない感じがするんですよ、はい、これを打破するにはどうしたらいいんですかね。景色を変えようと思ったら景色を変えるしかないじゃないですか。本屋でずっと働いてたら、まあ本屋ですよ。なるほどね、はい、で変えるのがいいってわけでもないわけじゃないですか。うん、それはわかる、はい、でも変えたきゃ変えるしかないですよね。まあ、確かになんか引っ越しが一番早いなんて言いますよね。はい、まあ、環境を変える、環境を変える、はい、職場が変わればガラッと変わりますよ。状況は良くなるかどうかは置いといてそうですね、はい、あ、そっか、その目的が景色が変わらないんですよ、はい、で僕が今言ったから、はいはい、じゃあ景色が変えたいんだったら、はいはい、そうです。景色を変えるのがいいことかどうかは分かんないですよ。そうですよね、はい、それがやりたいことであればそっちに向かうべきだし、景色を変えたいからって変えるのはどうも違う気がするし、はい、そうですよね、はい、そんな無責任なこと言っとれんですよね、はいはい、なんかもう株価が大暴落じゃないですか、はい、買って1ヶ月経たないうちに、はいはい、資産が10万減るっていうね、はいはい、まあ上がります。え、まあ、大丈夫です。買ったかどうかは知らないですけど、あの長期を見据えて買ってるので、はいはい、まあ、ひとときを落ち込んでるんですけど、はい、皆さんうまく生きてますでしょうか、はい、うまく生きてるって感じあります？うまく生きてる感じはないですよ。もっとうまくできるだろうなと思います。あ、 T 隊長という人生を、はい、
まあ、ちゃんとやろうと思ったらもっとうまくできるだろうなっていうのはありますよ。あ、でそれに対する何か思いはないですか？はい、ないです。は、俺ってもうずっと昔からそうだなとか、はい、そういう思いはない？そういうのはあんまりないですよね。この違いね、皆さん、はい、皆さんどうでしょう？ヤンバルさんとかエレキツさんとかトキトキさんとかタコタコさんとか仁左衛門さんとかベロモービルトキさんとかタンタンメンさんとか地図さんとか坂本龍馬さんとか地図さんとかモコさんとかどう思ってるんでしょうね。はい、自分の人生、はい、まあ、結局こう自分の人生がいいかどうかは自分が評価するものじゃないですか。はい、はい、いや、あのバカなりに頑張ったとは思ってるんです。はい、でその評価を評価次第じゃないですか、はい、自分のなんかあの最近、はい、古田の方程式っていう、はい、古田敦也さんがやってらっしゃる YouTube をずっと見てるんですけど、はい、古田が言うんですよ、はい、なんかその誰々さんはこの筋トレをやると、はい、で古田さんはやらないですよねって聞かれた時に、はい、あ、宮本慎也っていう、はいはい、あのヤクルトの名将とですね、はい、ゴールデンクラブ10回のと喋ってる時に古田さんやらないですよねって聞くと、古田は、はい、あんな疲れるからやらないよって、はいはい、だって野球ってコツだろって、はい、でそのコツをいかに掴むかで、はい、その1億、はい、このそこで決まってくるんだと、はい、で、あのこのやりがちなやつ、はい、ダメとは否定しない、考えてやるなら否定しないが、はい、この目的もなく筋トレをするっていうのは、はい、頭使わないから楽なんだよと、はい、で体も変わるだろうって、はいはい、やった気になるんだよと、うん、でも大事なのはコツだみたいな話をしていてですね、はい、とても落ち込むんですね。目標って話じゃないですか。ああ、なるほどね、はい、確かに筋トレがダメってわけじゃない。そう、大谷翔平とかめっちゃ筋トレしてる人はします。パワーをあの人はする人はい、だけど一郎はしないって言ってます、ね、一郎はしない、はい、俊敏さが大切っていう人、はい、ある程度の筋力でとどめるのが重要っていう目標があるから、それ以上はしないみたいな。ダルビッシュはするって言ってた、はいはい、だからするもしないもこの全くしないかどうかというとわかんないですけど、はい、こうここまでここが最適みたいなのがあって、そこまではしたりすると思うんですよね、うん、だから多分目標だと思うんですよ。で筋トレをすればなんとかなるはずみたいな目標を持たずにやるのが良くないみたいな、うん、なんか話なんだろうなと。いや、今あのエニアグラムをやり、はい、まあ、16タイプ、はい、MBTI みたいなのをやり、はい、そのどこに進むかみたいなので、はい、まあ、アーキタイプという、はい、ユングが提唱しているものを、はい、のお勉強と、最近あの HSP というのを紹介させていただいてるんですけど、はい、まあね、HSP を読んでると、はい、どういう理解をすればいいんだろうっていうのと、はい、いや、なんかまあやっぱり正解かが出てくるんですよね。果たして正解かっていうと、今私がやるべきことは、はい、HSP かっていう、そう、はい、みたいな。皆さんはどう、ここでどう決断してるんでしょうね。目標はですよね。目標は何か、はい、というところで、はい、はい、僕毎回この金曜日はちょっと M8T シャツ、肩こりに効くという、はいはい、確かに古田はずっと、ああそうなんですよね、古田さんはね、もう僕は早くからコツをつかんだって言ってるんですよ、はいはい、でみんなそれをあの、はい、掴もうとしてないから、はい、なんでそれをやろうとしないのか不思議だみたいな、はいはい、教えてくださいとコツをその何て言うんだろう、はい、コツをつかむコツはい、いや、それって多分なんか心眼を見極める目みたいなことを言ってるんでしょうね、はい、要は君がやる、あ、ポジションの話なのかな、君のそのポジションにおいて何をすればっていう、はい、そっか、そこですね、はい、頭使ってないよみたいな話じゃないですか。もう本当頭使ってないよはね、言われるとすごい落ち込むんですよね。はい。